はい、どうもゆうくんです。今回はですね、新型ステップワゴンの方を見に来ました。で、こちらのモデルのグレードが EHEV のスパーダということになります。まずね、フロントのスクこのような感じになっております。全体的に2台目のような雰囲気の、スタイリングになっているんですけど、かなりね、先進的な雰囲気もありまして、シンプルでありながらかっこいいスタイリングになっているなと思います。そして、サイドから見ますとこのような感じになっております。やはりね、スクエアなデザインになってるなと思います。そして、タイヤホイールの方がですね、16インチのアルミと、タイヤが採用されております。そしてタイヤサブが 205-60R16 ということになっております。ちなみに EHEV モデルですと肉のみの、設定ということになっております。そして、リアビュー、このようなデザインになっております。シンプルでありながらスタイリッシュな雰囲気になっております。そして、スパーダになりますと専用の、ね、リアスポイラーも、採用されて、専用エアロも採用されるということで、スタイリッシュな雰囲気になっております。内装を見ていきたいと思います。まずね、フロントシート、このようなデザインが採用されております。プライムスムースの、素材が採用されておりまして、高級感あふれる雰囲気になっております。じゃあ乗り込んでみます。乗り込みますとおなじみの、オープニングが、流れるという感じになっております。で、メーターも、フル液晶のものが採用されております。そしてインパネ全体のデザイン、このような感じになっております。そして新開発の大型モニターが採用されるということで、さっき使用させていただいたんですけど、非常に視認性も高くて便利な装備だなといった印象でした。そしてエアコンのルーバーのデザインが、現行型シビックとも共通するハニカムのパネルが採用されております。そして左右独立のフローオートエアコンが採用されるということになりますし、シフトがスイッチ式のものということになります。そして電動パーキングブレーキとオートホールド機能も採用されるということになっております。そしてステーリング、このような感じになっております。ステアリングスイッチも採用されて、減速セレクターも採用されるということで、非常に扱いやすい仕様になっているなと思います。そして座席の中央部には大型のボックスも採用されておりますので、手荷物を置くこともできるようになっております。そしてその前には USB の充電ポートも装備されるということになりますし、こちらにもドリンクホルダーが採用されているということになります。そしてコンビニフックもね、3キロの、耐荷重のものが採用されるということになります。こちらにもですね、ドリンクホルダーが採用されるということで、収納もかなり充実しているなという印象になっております。そして上の方を見ますと、サングラスホルダーをはじめ収納や SOS コールにも対応しているということで、使い勝手の良さもしっかり考慮されたデザインになっているなと思います。そして大型のバイザーがありまして、ライト式のバインティーミラーも採用されるということになります。確かに後部座席の方を見ていきたいと思います。両側パワーストライドドアが採用されております。そしてオットマン付きのなんとかデラックスシートですかねが、採用されております。そしてこちら7人乗り仕様ということで、センターウォークスルーの構造ということになっておりますね。はい、ここになります。そして内側からでもスライドドアの開閉ができるように、スイッチが採用されております。そしてシートバックにも USB の充電ポートがタイプ C 対応のものが採用されるということになります。そしてポケットやテーブルなども採用されておりますので、使い勝手の良さも考えし尽くされたデザインになってるなと思います。そして上の方でもエアコンの操作ができるようにコントロールパネルが採用されております。そして3列目もですね、ゆったり座れる形状が採用されております。シートの素材は全席プライムスムースのものとなっているようです。最後、ラゲッジの方見ていきたいと思います。ラゲッジもパワースライドドアが採用されております。そして放り込み式の空間が、採用されております。で、こちらですね、
このようにシートをダイブダウンすることによって広い空間が確保されるという機構になっております。これによってより多くの荷物を効率よく積み下ろしすることができるようになっております。はい、ということで新型ステップワゴンでした。